着いたぞ。術者がハルドラだけのことあってセンスねえな。性格のひん曲がり具合がよく出てるじゃねえか。ここからは相手の領域、どんな罠があってもおかしくない。つくよみ、お前もそれなりの覚悟は持って。誰に言ってる？オタクはいいからさっさと来い。あんたでも足を引っ張るなら容赦なく見捨てるからな。仕事開始前のミーティングは大事だ。基礎をおろそかにするなと言ったんだがな。何？ここ。わからない。だけどただごとじゃない。天理、それにしてもここはどこ？牢獄、地下、それにしては空気の流れがしっかりしている。湿度もこの季節にしては乾燥気味。牢獄にしては私たちを捕らえるにしては安すぎる材質、それに道がある。ヘルナさん、ここに道があるわ。どうせ立ち止まっていても仕方ないし進みましょう。能力扱えないなら勝手に前に出ないで、護衛対象が前に出られたら迷惑でしかないわ。一般人の私を護衛対象って言うなら殴らないでよ。本当なら私よりも強いのだから率先して前に出させたいのだけどね、今そう言っても仕方ない。行くわよ、絶対に私の後ろから離れないこと。は？ちょ、いきなり水たまり、どうなってんのよ、ここ。一瞬でここに現れた、そしてさっきの通路のようなものはなし、これはどうなっている？さっきの空間は乾燥気味だったのに、ここはその真逆、湿度も高い、だけど気温が高い、ありえない環境変化、これも転移したと考えるべきか。なんか気持ち悪いわね、こうも無作為に転移させられたらどこにいてもすぐにわからなくなるわよ。とりあえずヘルナさん、次に進もうよ、どちらにせよ情報が欲しいわ。ヘルナさん。せっかちゃん、一度戻るわよ。いや、戻るってどっちから来たかもわからないのに。わからないから、元の場所に戻る、まで動くのよ。そこはしらみつぶしなのね。情報入手が優先、あなただって考えたことでしょう。同じ情報を共有しているのだから私だってわからないわよ。そうですか。ずっと進んでいるけど全然風景変わらないわね。さすがに別の方向に進みません。そうね、じゃあ次はこっち。そんな簡単に決めていいの？あなたが言ったのでしょう。発言には責任を持ちなさい。もう大人の社会で生きているのでしょう。なら子供扱いはしないわよ。はい。変わった、けどここはどこ？なるほどね、ようやく理解できそうだわ。もう理解できそうなの？早くない？せっかちゃん、このまま西に走りなさい。さっきまで後ろにいろって言ったのに。早く。なんだかなぁ。いつの間にヘルナさん私の前にいたの？やっぱり、ここの空間が最西端ってわけね。なら北か南に行けば少なくとも角にたどり着くってわけね。せっかちゃん、この空間の正体は大会会場システム、つまり戦闘ステージを使われているの。なんでわかるの？私もこの大会の運営だったからね。だからあらかじめ戦闘ステージのバリエーションは理解していたわ。ステージ数は64種類、そしてせっかちゃんの証言で64部屋すべてに能力の一部、つまりここは会場内、だけど内部構造を能力でいじっているってところかしら。数も一致する、すごい。ならマッピングしながら行けば出口に出られるのね。さて、この術者がそれをやすやすと受け入れるかどうかだけど。ええー、その通り、皆さん、だいたいこの空間には馴染めたかなぁ。どうもどうも、僕はホロファルドラ、略してホロドラ君って覚えてね。すでにこの虚構迷宮に8名の方が入場されていると把握しております。まずはこちらを受け取りください。ケボー。どうぞ、この虚構迷宮のフロアマップとなります。迷宮っていう割にはマップを渡すのね、迷わせる気あるのかしら。それが正真正銘のマップならね。これは本物です。なぜならこの虚構迷宮制作費はなんですけど、コストが悪すぎてある程度妥協しなければ発動すらできない代物なんですね。ヘルナが気づいたようにこのエリアももともと会場にあったシステムを有用してます。一つ一つ空間を虚構で作るとそれだけで数年分のオーラを消費しちゃうのでね。そしてそのコストカットの一つにこのマップ、これを作ることで虚構の有利性をなくし少しの消費オーラを減らそうという取り組みです。なるほど、そっちにもメリットがあるからマップを作ったと。ヘルナさんの判断に任せます。私は彼が本当のことを言ってるのか全然判断できない。少なくとも虚構支配の条件とは聞いていたのと一致しているわ。嘘であれいられる情報は持っておくに越したことはないわ。警戒しているでしょうし、マップはそこに置いておきますのでご自由に受け取りくだせえ。そうさせてもらうわ。これが虚構迷宮の全体図となります。迷宮に飽きた方は各出口まで行って勝手に出て行ってください。なるほど、東西南北に進むことで別の部屋に移動する仕組みなのね。この天守閣と摩天楼は何の部屋なの？やべ
せるわけないでしょ。バカなの。敵のエリアって理解した方がいいよ。いきなり侵略。でも喋らないってことは何かしら重要な部屋ってことなのかしらね。では今からルールを今いる8名に伝えます。そしてこのマップも今いる8名にだけ渡します。ルールは3つ。まず1つは、一度迷宮の出口から出ると二度と迷宮内に入れない。マップも持ち主が出たと同時に消滅する。そして迷宮内の記憶も消える。マップ、これは初回特典、つまり最初の8人は特別。逆に8名全員が迷宮から出るか死ぬと迷宮の法則を知る者は消えるってことです。まさに迷宮入り、入ったり出たりとややこしい限りであります。2つ、私ホロドラはこの説明が終えると各エアに配置され、探索者を排除します。私、ホロドラの力はオリジナルの64分の1。そしてホロドラは各エアのホロドラと情報共有しちゃいます。戦うもよし、逃げるもよし、どうにかこうにかして迷宮ライフを満喫してください。そして3つ、オリジナル様の問題を解き、天守閣にて正解を導き出した場合、迷宮を崩壊させます。迷宮を壊すのも謎だけど、嘘だらけのこの迷宮で真実にたどり着ける猛者は果たしているのかな。なるほど。つまり真実をつかむためには、私たちが迷宮内でこの情報を伝言形式で共有しながらファルドラの出す問題に答えなければならないってことね。それで、その問題は何？それは僕本人から言わさせてもらうよ。今いる8人はしっかり聞いて、後から来た人にもしっかり伝えておいてね。それにしてもよくできてる。ただ理不尽ではなくバランスがよく、ゲームマスターとチャレンジャーどちらかが有利になりすぎないようになってる。まさにゲーム感覚ね。それでは謎を解く鍵となる8名の探求者、僕の出す問題をぜひ解読して僕に答えを伝えてくれ。僕の出す問題は、なぜファルドラはこのようなことをしたのか、なぜファルドラはこの方法を選んだのか、ファルドラは何を成し遂げたいのか。これらの問題が分かった人はぜひ、僕のいる天使閣まで。ただいまの時刻、19時55分、20時を合図にホロドラが各部屋に配置され襲いかかる。健闘を祈る。ファルドラ隊長、俺の筋肉で分からせてやりまする。ではホロドラーズは戦闘準備モードに入ります。挑戦者はしっかり準備してくださいね。なんかホロドラって言ってるけど機械じゃない？メカドラでしょ。いや、メタドラかもしれないわ。守備に特化してるとか。あ、そこは入ってくるんですね。でも実力が46分の1ってことだから、確かに外的要素でステータス向上はしているかもですね。さて、残り5分、その間に準備しておこうかしら。せっかちゃん、いい、あなたは足手まといできっとこの人のことだから絶対に狙ってくる。死にたくないなら私の行動から目を離さないことね。大丈夫、オーラは扱えなくても反射神経や本能は健在だから。戦闘準備完了、今からどんどん排除しちゃうぞ。なんだよ、ここ。単純、これは紛れもないダンジョンだよ。カナメくん、私についてきて。ダンジョンに大事なのはマッピングだよ。どんな仕掛けなのかワクワクだね。なるほどなるほど、このマップは見たことあるね。大阪が過去最高に異変を前向きに楽しんでんな。カナメくん、下に突っ切るよ。過去最高に生き生きしてんな。なるほどなるほど、おそらく間違いないね。大阪、何かわかったのか。これは 8×8 で構築されたマップだよ。東西南北に行くことで次のエリアに移動するレトロゲーム感あふれるダンジョン仕様だね。ところどころ行けないところあったけど、多分それは定められた方向でしか行けないタイプだね。昔にあったあからさまなゴール前だけロジック入れるタイプだね。多分今は準備段階だね。ここまでエネミーとエンカウントしなかったから、もうそろそろエネミーが出てくるかも。こういうダンジョンだと多分出たらレベル1に戻るタイプだろうし、脱出したら情報とかなくなりそうだよね。まあ、ここはゲーム内じゃないし、そのゲームと照らし合わせるなよ、オーカ。何かよ、全部オーカの言ったこと当たってんじゃん。ゲーム脳もこんなところで役に立つなんてな。クッソとやだおげん、クッソかわいいなおい。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。